少し風が強いみたい。この辺りにはあまり風を遮るものがないしな。この辺りは丘陵地帯だからな。時折の強い風が悪さをする。悪さっていたずら？だったらまるで子供みたいね。子供にしては立ちが悪いがな。この辺りは北も南も西も海に囲まれている。強い風も吹き抜けてくる。ではこの風は海を渡ってきた風なの？ディアマントからも？いや、ああ、でもそうかもしれねえな。嬉しいわ。嬉しい？遠いディアマントと私たちのいる場所がつながっているようで。へえ。なるほどな。海を静かに越えた風が他の合間を通り抜けて私たちの髪を揺らし頬に触れているの。優しいお兄ちゃんって感じだね。サージュのこと？マリアちゃんと一緒の時って私たちに対する態度と全然違うじゃん。サージュは私たちより年上だからお兄さんだと思うわ。いやいや、そうでなく、マリアに対してだけ特別にお兄ちゃんっぽく振る舞ってるじゃん。そうかしら。そうだよ。もももセシルちゃんセンサー発動。きっとサージュとマリアは何か特別な関係だね。すごいわセシル、センサーなんて持っているのね。セシルセンサーは勇者セシル7つの特技の一つなのです。そのセンサーは何に使うの？主に恋愛関係に。え？リフィアは精神的に子供だからわかんないかもね。じゃあマリア、元気でな。お兄ちゃん、また来てくれる？ああ、約束だ。セレナのためにもな。サージュ、待ってくれ。お前もリアル神が世界を救うと信じてアルスと旅をしているのか？リアルだのイマジナルだの知ったことか。サージュ、かわいいリフィアちゃんには悪いけどな、俺はそんなことこれっぽっちも信じちゃいないし、どうだっていいんだ。ただ俺には撃つべき敵がいて、そいつと対峙するにはアルスのそばが今のところ一番都合がいいんだよ。じゃあお前と俺は敵じゃないんだな。さあどうかね。自分の運命がどう転がるかなんざ誰にもわからねえよ。サージュ、アデールに伝えて、もう一度ちゃんとお話がしたいって。私アデールが好きだわ。それはアデールちゃんには酷なセリフだな。ま、一応預かっとくよ。私もリノスに伝言してほしいんだけど、早く家に帰ってこいって。了解了解。なんだよ、そんな目で俺を見るなって。そんなに俺様を名残惜しんでくれるなら一ついいことを教えてやるよ。いいこと？ジャダの竜爆島には大昔の飛行艇が隠されてるって話だぜ。多分今も動くんじゃないか。マジ？それをいただけば私たちも飛行艇が手に入るってことじゃん。いただくって勇者道を極めるやつのセリフかよ。それに俺ずっとジャダにいたけどそんな話聞いたことねえぞ。ま、信じる信じないはお前さんたちの勝手だ。どうします？兄貴、あいつ俺たちを裏切った敵ですよ。お兄ちゃんは悪い人じゃありません。オイゲンはどう思う？知り合いなんだろう。信じるに足る男だ。特に今のような状況ならな。
我らがマリアを助けたことをサージは感謝しているはずだ。よし、ならジャダへ向かおう。あっちにもログレスは何体かいたはずだしな。そうね、確かジャダの東の海にルフンガがいるはずよ。うへえ、帝国へ戻るんすね。おっかねえな。嫌ならここに残るか。冗談でしょ。俺はとことん兄貴についていきますよ。ここからジャダっていうと国境の峡谷を越えなきゃダメみたいだね。地図によるとそうみたいね。ここから西かしら。そうみたいだな。とにかく行ってみよう。何考えてたんだ。私が考え事をしていたってどうして分かったの。だってお前の顔に書いてあったからさ。え、もしかして本当に、それとも比喩なの。比喩に決まってるだろ。よかった、安心したわ。でもって何考えてたんだ。よかったら聞かせてくれよ。私が新種だったってこと、お母様もホゼアたちもどうして教えてくれなかったのかしら。そうだな、まあきっとその必要がなかったからだろうな。私は多くのことを知りたいわ。なのに自分のことすら分かっていなかったなんて。これから知ればいいんだよ。そうだろ。そうね、そうなんだけれど。ううん、ごめんなさい。そうよね、今から知っていけば大丈夫よね。アデールちゃん、なんか強烈になってるっすね。そうだな。アルス王子たちかわいそう。あんなやつじゃねえんだ本当は。兄貴、そうっすよね。アデールはいい人よ。私が初めて武芸塾に行った時だったわ。夜私に自分のベッドを譲ってくれようとしたの。あの日か、そうだったんだな。一緒に眠ることになってずっと私の話に耳を傾けてくれたのよ。どうせあいつに根掘り葉掘り聞かれたんだろ、トゥレミリアのこととかさ。違うわ、聞かれたのは服と靴のことだった。可愛いって褒めてくれたわ。自分も同じようなものが欲しいって。普通っすね。あの日約束したの、今度一緒に遊びに行こうって。約束を果たしたいわ。